さて、今回焼き時間が20分ということで一曲を聴いていただきました。この間に鮎がしっかりと焼けておりますね。もうこの鮎はね、香りを届けられないのが今のね、やっぱり技術の限界っていうのはね、まあこれは自分で焼いた時にしっかりと味わっていただきたいと思いますがね。さあ、そろそろあと1分で焼き上がり、どういう風に焼き上がってるか。結構ね、今回ね、鮎も大ぶりですからね、結構美味しいんじゃないかなと思ってね、ちょっと楽しみにしてるんですよ。実は今年の、初鮎でございましてね。お、できました、できました。それではご開帳。おー、いい感じ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 。これね、上からと下からとね、上からなんだっけ、なんだっけ、下側のなんかパイプのあの丸っこいやつで焼いて、上がなんかなんかなんだっけなんて呼んだらいいんだろう、あれでやるといいからね、もう何にもせずにね、この状態にまで出来上がるんですよ。美味しそうでしょ。非常に便利で重宝しております。まあパナソニックの回し物じゃないんですけどね、我が家にとっては非常に優秀な逸材でありますね。はい、トーストなんかもね、これで焼いたりとかですね、結構使い勝手がいい、調理家電でございます。それでは早速試食の方を行ってみたいと思います。さて、それでは焼き上がりましたのでね、どうですか、この焼き上がりの綺麗なことね。やっぱり川魚のね、やっぱり一番美味しいっていうかさ、はやっぱりどうしてもやっぱりアユっていうね、なんか名前もなんかちょっと気品がある感じじゃね本当にね。まずはですね、今年初めてのアユですので、とりあえず何もつけずに一口いきたいね。やっぱここでやっぱりこのアユのイメージが、もう今日僕顔は映りませんけどね、食べてる雰囲気とそこのところで判断してください。これね、うまい人はね、確かね、こうやってさ、潰してで、なんか背中っていうかさ、背骨をさ、スコッと引き抜けるんだよね、あの人ね。うん、今年の鮎もやっぱうまい。うん、川魚と思えない臭みのないね、やっぱり身はふっくらと焼けてるしね、最高ですね、本当にね。みんながね、鮎言ってね、天然の鮎がいいとか言ってさ、あれだけ目の色を変えて食べに行くっていうのがさ、よくわかるよね。これで近所のスーパーに出てたんですけどね、それでもこれだけ美味しいんだから。で、ですね、新鮮で、鮎の養殖場とかに行ってからよく食べさせてくれるとこあるでしょ。ああいうところだとですね、僕は素焼きでもう何にもつけないんですよ。実際、臭みも何にもないですからね。で、スーパーとかですね、そういうところから買ってきたやつに関しては、これ今、今かけようとしているのが、レモンですね。酸っぱいの僕大好きなもんですから、はい。このぐらいかけて、もうこれでいただいております。で、レモンなんかだとですね、僕みたいな人工透析とかですね、体が悪い人にとってあんまり弊害がないみたいで、これはおすすめです。ちょっとどんな魚でもそうですけどね、焼き魚した時にちょっと生臭いなとか感じた時とかですね、塩をまぶしてから塩焼きにするようなやつなんかの代わりにはですね、カボスとかああいったものよく使われますけども、カボスなんかだとね、なかなかやっぱり物が 100% そのままで絞ってやるやつってあんまり僕見かけたことないもんですから、レモンの 100% ジュースっていうね、これは大体どこのスーパーでも置いてあると思いますんで、こういったものを使っていただければ美味しくいただけるんじゃないかと思うんですけどもね。さあ、今年もですね、暑い夏を過ぎて、またこうやって美味しいものがどんどん出てきますんでね、皆さんまた今年も美味しいものを楽しんでいきましょう。今回、うまいもんクラブは、鮎の塩焼きでございました。それでは皆さん、また次回まで。今回は顔出てないですけど、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。